そういうあの駅を中心にね、町が広がっていくというのも町づくりの中で大事なこと、それをスポーツを通してね、サッカーはホームランダーじゃないですかね、両方でやるわけですけどね、その辺がこのサッカー J リーグのね、なんかすごいことで、その町が成功していく、チームが成功していくのに100年か、J リーグ100年か、今、我々も3チームが20年レイディングのが25年になりますよね。開幕を見ながらに、これリトマリスキューを取ると見たのに、浦和と、ヌートバスと誰かが持ったら、すごいスキュー見るのに見た。私は、今、どういうのがあったの？彼らの運営の、一番最初に出てきた。2回切ったの。